おはようございます。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。木下制御店の娘、お魚娘です。魚屋の娘として生まれ育った私は、幼い頃からいろんな魚と触れ合ってきました。そのため魚にはちょっとうるさいです。このチャンネルでは、魚を釣るのが好き、さばくのが好き、食べるのが好き、とにかく魚が大好きという方に向けて、魚のさばき方から魚にまつわる雑学まで役に立つ動画を配信しています。ホームページでも魚の雑学をブログ配信しているので、興味のある方は下の概要欄からご覧ください。それでは本日の授業を始めていきましょう。このお魚は何でしょう？答えは、磯マグロです。今日の時間割は、1限目、基本情報。2限目、名前の由来。3限目、栄養。4限目、目利きポイント。5限目、面白情報です。基本情報。分類。スズキ、モク、サバ、カ、イソマグロ、属に属します。仲間はいなく、唯一無二の存在です。外見を見ていきましょう。体長は150センチくらい。体色は背が黒く、腹が銀白色。体型は綺麗な防水系。小力がある。口が大きい。歯が鋭い。目が大きい。味の特徴。熱すると身が締まる。酸味が少ない。旨味が少ない。程よく柔らかい。旬は冬です。代表産地は鹿児島県、沖縄県、両方。釣りとは、釣り糸と釣り針を使用し、釣り上げる漁法です。生態。鹿児島県から沖縄県に広く分布しており、水深2から200メートルほどの海域に生息しています。活動時間は昼です。中高生で昼間に活動し、夜間に休みます。好きな食べ物、肉食性です。小魚、甲殻類などを食べて生活しています。成長スピードは速いです。1歳で45センチくらい。2歳で80センチくらい。3歳で110
センチくらいまで成長します。寿命は長いです。5年ほどです。名前の由来。磯を泳ぐマグロということから磯マグロと呼びます。漢字の由来は肉付きがいい魚ということからです。英語では Dogtooth Tuna です。Dogtooth は剣歯、Tuna はマグロという意味です。栄養、鉄分豊富な赤身魚です。主な栄養はバイン、ロイシン、イソロイシン、DHA、EPA、タウリン、アンセリン、タンパク質、ビタミン A、ビタミン B 群、ビタミン D、ビタミン E、ナイアシン、葉酸、鉄分、亜鉛、マグネシウム、カルシウム、カリウムです。目利きポイント。目に膨らみがあり、澄んでいる。ずんぐり、体が丸い。体色が濃い色。ヒレが潤っている。エラが鮮やかな紅色。血合いがきれいな赤色。身に張りがある。身に透明感がある。目利きが難しい魚です。よくわからないという方は、ぜひご来店ください。店主が詳しく解説します。魚選びをもっと楽しみましょう。面白情報。赤身魚と白身魚。赤身魚です。赤身魚と白身魚はミオグロビン含有量で決まります。10% 以上が赤身魚。10% 以下が白身魚です。赤身魚は超距離ランナー。白身魚は短距離ランナーです。回遊魚と定置魚。回遊魚です。回遊魚とは、成長段階や環境の変化に応じ、生息場所を移動する魚です。定置魚とは、
ほぼ同じ海域で新鮮を変えて移り住む魚です。どっちの仲間でしょう？答えは同じサバ科ですが、どちらの仲間でもありません。少し意地悪問題でした。地方名、全国各地でユニークな名前で呼ばれています。広島県では磯マグロが一般的ですね。タカキンと呼んでいる地域もあります。姿形がよく似た魚はハガツオです。見分けポイントは模様です。泳ぎ続ける魚、泳ぎ続ける魚です。その理由は呼吸法にあります。エラに筋肉がなく、エラ蓋を動かすことができないため、泳ぐことで空気を循環させています。でも安心して、夜は酸欠にならないようゆっくり泳ぎながら眠っています。最後に今日の川柳をご紹介します。目を閉じて聞いてください。磯マグロ、舌鼓打つ微糖にて、もっと面白く詳しい雑学は公式ホームページでご紹介しています。下の概要欄からチェックしてね。この動画が面白かった、役に立ったという方はいいねとチャンネル登録してね。また次回もお楽しみに。バイバイ。